どうも、虹色ライダーでございます。虹色音声始まりました。ひっそりと。ということで、今回映画の話なんですけれども、ジブリ映画ですね。はい。風の谷のナウシカでございます。はい。まあ、大変古い。えー、ジブリの中でも最初の作品ですかね。1980何年か忘れた。7年 ?8 年そんぐらいかな、えー。ちょっと何も調べてないんですけれども、まあ、まあ有名ですよね。はい。で、僕は、あの、 あえてあげるとしたら、ジブリ映画の中で一番好きなのはどれって聞かれたら、ナウシカですね。はい。これは、大人になってからそうなりました。最初はね、なんか、やっぱり難しくて、子供だったので、あんまりそ、そんなになんか、嫌いじゃなかったけど、なんだろうな、深いその、えー、ところまでわからなかった。理解できなかったっていうのもあったので、それこそ魔女の宅急便とか、 好きだったし。だったけど、大人になってからやっぱナウシカのこう、うん、世界観っていうか、その宮崎駿先生が、え、どういう思いで、え、描いたのかっていうこともなんか考えると、あ、すごい作品だなっていう意味で、僕はナウシカがやっぱ一番好きですね。まあ、そしてね、あの、やかんね、結局わかりやすい。映画は。まあ、これ原作ね、漫画の方であるんですけれども、 漫画も持っているんですが、漫画の方はあえて今回は話しません。また別件で <laughs> 話します。あの、全然違うんで。まあ、映画はすごくコンパクトにまとまっていて、ええー、まあ、あのー、話がトントン拍子に進んでいる。ええー、ね。で、まあ先ほども申しましたけど、ええー、と、なかなか深い話ですね。深いなだけに。わかります <laughs> 別にうまいこと言いたいがために言ったわけじゃないんですけど、深い、あの、腐った海。深いね。まあ、あの、要は、あれは、えっと、今から千年後の、えー、地球っていうか、世界を、まあ、表していて、結局人間が、えー、自分勝手にいろんなことをやり続けると、結局、世界は滅んでいくという。それであんな感じに、えっ、ー、と、植物だったり、虫だったりとかが、えー、人間と、こう、 共存できなないいというか人間が住みづらくなった結局その植物が発するものが毒になっていてまあそれは結局土が汚れてるっていうところだからそうなるんだけどナウシカがねあの地下であの植物をね育ててるじゃないですか結局そこにいる植物はあのガスマスクしなくても大丈夫だから本当はこの植物たちは我々にとっては 本当は毒じゃない。我々が毒にしているっていう。そうなんですよね。でも結局、他の、えっ、ー、と、まあそういうことが理解できない人間は自分の、まあ私利私欲のために、えー、まあ自分の国のためにですか。その虫を殺したりとかさ。まあオウムを殺したりとかさ。そういうことをやっちゃうわけなんですよ。うん。それは絶対いい方向にはいかないのに、まあそこがやっぱり理解されない。まあそこでナウシカがね、 あのまあ最後はオウムの大軍に、えー、立ち向かうわけなんだけどまあなんかね大人改めて最近ね、まあ、娘も見たいって言ったから見たんですけども改めてすごいお話というか泣けるシーンは結構あるねうんまあ一番泣けるのはやっぱそのナウシカのその思いとかひたむきなところとかが最初からわかるじゃないですか 何のためにこう、が、自分たちが頑張ってるのかとかね。周りを幸せにしたいとかさ。そういう思いがあっての、あの、オウムがさ、つら、つられてるとかあるでしょちっちゃいオウムが。まあ、それに立ち向かうときに、相手は銃を持ってるけど、両手をこう伸ばして、立ち向かうところとか、あ、すことがすごい、泣けるよね。泣けない <laughs> とかね。あと、あの、なんだっけ。 じいちゃん3人衆の前でさ自分はガスマスク外してさほら大丈夫よってこう相手がすごく不安な気持ちになってるところその不安を払拭させてあげるっていう本当は辛いはずなのにガスマスクしないと5分もしないで肺がやられるって言われてるからそこでガスマスク外して笑顔で「はーい」みたいな感じでやるところとかさまあなかなか。 まあ残酷っちゃ残酷だけど、まあ現実っちゃ現実なんだよね。うん。そこをすごく、あの、まあ僕らに分かりやすく描いている作品だなあと、思います。最後、ね、あれは、まあ奇跡って言えばそれで終わりなんですけど、ナウシカが生き返るじゃないですか。オウムの大群にバーンって突進させられて死ぬ。でも結局オ、まあ、オウムの力なのかなオウムがみんなでこうナウシカを、 の傷を治癒させてあげて、まあ生き返らせるっていうか、まああれは結局死んでなかったのかなっていう解釈なのか、まあ僕ちょっとわかんないんですけど、その辺が。<laughs> ものすごい傷を負って、気絶をしてただけだったのか、それとも死んだけど生き返らせられたのか、わかんないけど、まあ、あれは、まあ、最後はいい終わり方、ちゃあ終わり方ですよね。あれでナウシカ死んだらすごく虚しい終わり方なんだけど、 なんだろう、どのシーンも見逃せないというか、あの、大事なことが描かれているなと思わされる作品でございます。ちなみに、ナウシカの声は確か、間違いないす。すいません。隣のトトロの、サツキとメイのお母さんだよね。確か。<laughs> 確かそうだったっす。うん。口情報でした。<laughs> というわけで、あのー、 ま、ジブリ作品の中では僕が一押しの作品でございます。風の谷のナウシカ。はい。見たことないって人は、まあ、なかなかいないと思いますけど、えー、まあ、いるかもしんない。世の中にはね。えー、よかったら見てください。おすすめです。<laughs> 今更だけど。<laughs> 二次論戦終わりたいと思います。さよなら。